おはようございます。今日はちょっとある友達とねデートしに来たんですけど、人生初のあの海老名サービスエリアに来ました。いやなんか地方民からすると完全にあの架空の存在だったんですけど、ね、ついにね実在するということを確認できました。で今日はあの伊豆に行くんでこれから行ってきます。そう、いやいいな。いい、まあ、定番メニュー感はあるな。焼き鳥とかね。第1位ですから。このまま言えたの。ようこそ富士山エリア。富士山エリアなんだ。東京にかぶれてない。さすがに東京に移動してない。海老名と一緒にしない。海老名ほど東京にかぶれてはないという。わらじめなんかあれわらじめんち丼。金太郎とかあるんだ。東京オンライン。まだ東京にかぶれてる。おひよこ、おいひよこは福岡のお土産やと思う。おいこれあれはこれゆるキャンで出たわ多分。このタイプの可愛い富士さん、富士ちゃん。さあさすが、あらあらら。アニメショップと化してますやん。かわいい、かわいい。ベストリーさん。足から静岡限定。お、原作絵もある。あ、その先生、原作絵じゃないですか。え、なんでこのアニメショップになった。なんですごいすごい。アニメイトかな。あ、そう、こういう、このね、この、あ、ちょっと違うか、さっきのと。かわいくない？かわいい。な、これ。なんだろう、賞味期限って書いてあるけど。これか。チョコインクッキー。なんかいつの間にかめちゃくちゃグッズ増えてんな。さすが。なんだっけ、この浜松なんだっけ、生まれが。そうだったらじゃあこっちの方によってこっちのね、あの元スコだっけ、キャンプ場。あ、そうそれが富士山のとこだからじゃないかな。すげえかわいいね。かわいい、カラビナボール。この絵かわいいな。めっちゃいい。ちくわっていうね、ワンちゃんの誰かが飼ってる犬。このエナちゃんが。知識浅くない。全部見たんだよ、2回も。見とるんかい。見とるけど。ここに来て出た。しかも鼻もカラー、足柄湯、しっかりした温泉ある。え、すごっ。何これ。これはエモチラカシトの。いい匂いする。確かにお風呂の匂いする。富士山があるらしい。あれだ。あれってこと？あんなあそこだけ白いのおかしくない？いや、そのなんか雪あるなと思ったの。おい見えないって。おい。何してんだよ。おい。いやー富士山綺麗っすね。来てよかったな。富士山どれですか？あちらにございます。原稿作業できる。ここはかどりそうじゃないこれ。これはもうワンダフルプリキュアの聖地ですよ、小型犬専用。でもちょっと犬の感度が上がったわ、犬に対する。ドッグラン、ワンダフルやな。かわいい。なんだあれ。いや、なかなか綺麗よ。ね。富士山。下は見えません。うわ。かこれね、可愛らしいカフェもあって。ベーカリー。駐車場が空いてるといいけど。北瀬沼津。到着。うん。早速見つけてしまった。俺初めて見たかも。ラブライブバス。いやすごいな。見てみましょう。焼いてそう。
自分で作る海鮮丼を取りまして、こんな感じにしました。あとでね、乗せます。いただきましたよね。乗せていきます。じゃあ、はいはい、これちょっとセンス問われる。こんな感じ、色味とか全く無視してきたけど。マジで少なくとも隣接させたくない。4色にはしたいですね。うん、これネギトロ中央がいいかもしれない。こんな感じでね。でホッキーサラダね、最後ホッキーサラダ、この辺かな。こんな感じでいかがでしょう。まあ、この自分で作る海鮮丼ということで、いただきます。はい、こういうお醤油とか、お醤油これもういっちゃうか、ちょっといっちゃいました。軽くね、いただきます。やばいね、沼津のネギトロからいこうかな。いただきます。うまいいなうまうまそうやな。桜エビ気になる、香りがいい。いや、うまそうやわ。真っ赤ですから桜エビとネギトロとマグロの中落ち、マグロ中落ち、はい、はいはい、とこれはマージ、マージか。なんか恥ずかしい、恥ずかしい。どっちがどっちかがあれやけど、こっち手前がアジっぽい、アジ、アジフライとサーモンフライ。市場に来ておりますね。いいね。もう、まあ、こういうのあるだけで、ね、助かる。沼津の仕事がなんか時給1000円ぐらいのやつちょいちょいあるな。いいですね、サンプラリー。こんなんあるやん、オリジナルっていう、すごい。ここにもあるやん、かわいい。寝そべり縫いを発見した。もうめっちゃ置いてあるんやけど、すごっ、さすがやな。こういうお店で創英閣ポップ隊が使われたいのは、ちょっとこう使われてないの好感が持てません。多分コーポレートロゴ。今沼津の海沿い歩いてます。自撮りで。天気良すぎる。まあまあ普通のミスは。天気良くていいね。うん、この辺はあんまラブライブ要素ないね。まあ中はちょいちょい、まあポスター貼ってあったかなみたいな。うん、このウォールマリアの向こうの景色を。あ、なんか思ったのと違うけど、でも意外と思ってたよりこじんまりしてる。ドーンじゃなかった、ね、入り江の方へ。そう、入り江。いやいいじゃん、まあ、久しぶり見た、キツキ以来。心が洗われる。そうですよ、これみんな帽子かぶっとるね、こっちも。萌えキャラが。目が魚感あるやん。深海水族館。あ、ハンギョドンおるやん。あれクラムくんもおるやん。ハンギョドンは一番コラボしやすそうです。そのまま。またフェス。鼻がなんかちょっと違うジャンル感がすごいんやけど。でもあれなんかな、その和と洋の、洋におけるモナカ、マドレーヌなんかもしれんけど。フリーだともう一個必要だから。そうやね。ごま団子でいいかな。ごま団子。和洋中で。確かに和洋中でね。フェス開催されがちなんかな。かわいい、めんたこパン。かわいい。めんたこおるしね。このエリアいいな、なんか急に作られた感じ。すご
これはもう聖地でしょ、完全に。すごいな、オタクたちがね、声優さんも来てらっしゃると思う。いただきます。シール入ってほしい。え、なんで？これと、おお、ちゃんと入ってますと。ようちゃんかな。ようちゃんでございました。ようそろね、なんとなくわかる。かわいい、かわいいな。触っちゃおう、触っちゃおう。ちょっと舐めんかったら大丈夫。ちょっと舐められるとちょっと失礼して、お味を味とかないね。お味を失礼して。あ、これはもう完全再現ですわ、これ。画角も横から。あへ顔で。全然出てこない。ゼリーだから。ゼリーか。うん、アイスとも取った。全然出てこないと思うから。でもこ、なんか凍っとるんやん、多分、うん。アイスゼリー、ね、でも真夏じゃないと食べれんやつ。キンキンやもん、だって。なんだっけ、風船に入ったさ、アイス。はいはい、あの、アイス、あの、ミルクのやつ。こんなにこやかに食べれんない。全然だ。あと、ブルルルル。効果音。効果音がダメだよ。完全にブルルル。かわいい。これかわいいね。うるうるなでなで。沼。この子、この子の名前。あ、これじゃない？海ちゃん、海ちゃんじゃない？これだってタイトルもさ、海ちゃんの可愛いデザインだもん。やば、可愛い。明日立つバーガーを一緒に購入するといいな。自作か、なんかスタッフなのかな。スタッフなとね、可愛い。いや、これなかなかいいな。大空すばる。道の駅で休憩でございます。なるほど。まあね。クルラヘダ。わさびだ。ちゃんとラブライブのサンシャイン。どれどれ。わかるわ。ラブライブがあります。素晴らしいね。閉店ガラガラしとるわ。工芸品。かわいい、このクマ。マトリョシカ。マンホールの蓋。なんかこれ、沼津に置いてあったの、置いてあるんかな、今も。なんか一時期話題になった気がするけど。何触ろうとしてるの。かわいらしいね。限定、沼津限定やろ。そうそうそう。まあ、あのサービスエリアにも多分あるけど、確かに静岡近辺、うん、なんだっけな、かわいい、この人の名前が忘れちゃった、かわいい。このなんだ足柄、ここなんかそういう場所なの、その辺のね聖地感が出てる。足柄サービスエリアですかね、来ました。帰りに下、あ、これ、え、上りか、上りのところもちょっと観光していこうということで、はい、アニメショップを見ております。いい、働いたらもちろん鬼舞とかある。なんでいいな、想像以上にこのここから広がっとる感じある。
ゆるキャンエリアから普通に二次元コスパグッズです、ね、めちゃくちゃあるわ。取っちゃおまじいか取っちゃおまじいか全然取ってください。かわゆかわゆ車なんだこれも分からん。普通に野生のシマエナガ。あ、単純に可愛い。分かんない。特になし。深海はやっぱ押してくる。あれ、ね、沼津のね。ご飯を食べに行きましょう。はい、足柄の 10時までやりるこの。ごめんなんかね。マックなんか24時間だよ。マジか。やってくれるね、なかなか。これか、昨日それってなんか有名だよ、そういえば。あ、そうなの、うん、レストインね、これね、24時間営業。そう、ありがとう。あ、そうか、ハイウェイホテルやから。そうね、ありがとう。すごいね、ポテト食べるし。ポテト大好きやもんね、うん、チートデーやからね。ラーメンいいね、足柄ラーメンどころ、もう普通に飲めんの。あ、ネギトロ丼がある。すぐネギトロ食べるっていうね。うどんついてる。炭水化物よ。でもなんかご飯いろいろあって面白い。いやうまそうやな。お腹空いてきたな、ね、突然昼夜海鮮丼行く。いやいや、これお茶漬け。お茶漬け。あ、大分郷土料理ある。いっちゃいますこれか、これですか、噂の富士山メロンパン。かわいい、いいね、かわいいね。富士山クリームメロン、なんか違うね。クリームが入ってない。中にクリームが入ってるかな。入ってない。はいはい。あ、メロンクリームが入ってます。じゃあ普通の。じゃあ普通ですと。富士山メロンパンをゲットしました。エビトマトクリームスープうどんにしよう。富士山クリームメロンパンをいただきます。おー、あ、こんな感じね。はいはいはい。このなんで黄色のメロン、黄色いメロン色のね。いただきますわ。でかいでかい。めっちゃメロンの香りする。うまそう。おいしい。あ、これスイカバーの味ですね。スイカバーの香り完全に。スイカバーだいたいメロン味じゃないって、スイカバーの味じゃない。確かに、そんなにする一緒なのかな、香料が。多分一緒ある、ね、美味しいです、念願のね。いただきました。エビトマトクリームスープうどん、いただきます。まあ、エビはなんかね、まあ多分これ桜エビでもなんでもないけど。多分このエビじゃない。そう。なんならスープ別にトマトやからね。なんか美味しそうだったんで、いただきます。伊豆から無事帰還しました。いや、初伊豆楽しかった。いや普通にこっち東京に来て、なんかね、車でドライブお出かけするとかも初めてかなだったんで、いやこれもね楽しかったですね。本当にこっちに来て、遊んでくれる友達がいて本当にありがたいです。いや楽しみました今日は。まあ、こんな感じで今日は伊豆ドライブ旅をお届けしたんですけど、まあ、本当漫画の話とかもできたし、いやあんましてないかな。まあでも結構趣味の話とかね、いろいろできたし、普通に伊豆のね、僕九州出身なんですけど、完全になんか異国の地みたいな感じで楽しめたし、ラブライブのね、聖地も楽しめたんで、いやー満足っすわ。まあまたこんな感じで、完全に僕のプライベート思い出動画なんですけど、見ていただければ嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。またねー。